皆さんこんにちは。本日は大きな体とピロード調の体毛が美しいエリファス増加豚をご紹介いたします。生息地はメキシコ、中央アメリカ、南アメリカです。体の割に角は小さく、体長ではヘラクレスオオカブトに劣るものの、体重と体全体の大きさはエリファスゾウカブトの方が勝っています。足がとても長く、木にしがみつく力も非常に強いので、捕まったらなかなか離すことは困難です。人の手に乗せるのは怪我をする可能性があり、大変危険です。その力はすべてのカブトムシの中で一番とも言われております。標準サイズはオスで100ミリ、メスで60ミリ。リークは飼育レコードは 130.9 ミリです。価格は2万円から3万円くらいです。管理温度は25度前後です。寿命は4から6ヶ月くらいで、成虫になって産卵できるまでは1から2ヶ月かかります。産卵方法は完熟マットがおすすめで、飼育ケースに完熟マットを敷き詰めて産卵させます。温度管理は25度前後です。飼育難易度は優しいです。幼虫はキノコマットで飼育可能です。25度で管理を行った場合、目安の期間はおよそ1年半から2年になります。詳しい飼育方法についてはこの動画の概要欄に貼っておきますので、ぜひご覧ください。世界一体重が重いカブトムシとして有名で、名前のエレファスは象を意味します。幼虫期間は長くかかりますが、大きく育ちやすく、飼育は簡単です。金色のビロード状の体毛が美しく、その体格と力には驚かせられます。皆さんもぜひ飼育にチャレンジしてみてください。バイバイ。